みんな勘違いしてる。まあみんな勘違いしてるっていう、かさ、はいね、みんな、はい、自分は違うと思ってる。あ自分は違うと思ってる。これは別に悪くないと思うよ。うん、そうみんな要は世の中の人っていうか、うん、あのみんな、なんだポジティブなわけよ。はい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 。ね、はい、例えば女の人だったら、うん、ね、うん、まあ何十代かで、はい、自分は若いって思ってるわけ。例えば、ね、めちゃくちゃ思ってる。いやそうだ。はい、みんな、はい、みんなそう思ってるわけよ。はい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 。ね、うん、いやこれ悪いわけじゃない。いいことだと思うよ。いいことですね。俺ってあの この話何でしたかっていうと、ティンバーっていうお蕎麦屋さんがあって、はい、今でもあるんだ銀屋ってなってる。もともとティンバーって中華だったわけ、はい、で林真理子の小説に出てきたとか。そうです、ね、で中華の頃に、あそこってしょっちゅう行ってたの、はい、でたまにあそこってオーナーが、あの食べに来てんじゃん、はい、ゴルフ仲間、はいはいはい、左とんぺいとかなんかこう、はいはいはい、仲間に食べてんじゃん、はい、その時にある俺隣だったわけよ、ある男の人が、まあ、ちょっと長めの髪だったわけ、で同窓会で会うと、みんな年取ってるよなとかって言ってるわけよ。お、ね、はいはい、いやなんかみんなさ年取っちゃってさとか、なんかもう髪も薄くなっちゃってさとかって言って、そのティンバーのオーナーが、ね、言ったことが記憶に残ってて、いや人っていうのは、みんな自分は若いとか、自分はこうだってみんな思ってるだけで、他人から見れば一緒だよって言ったわけ。本当でもその通りですね。そうでしょ、はい、本当にその通りこれ素晴らしいこと言ってるなっていうふうに、はいはい、その時思ったわけよ。思いますよね。そう、うん、ね、はい、要はみんなそうなんだよ、他人から見れば結局同じなんだけど、はい、みんな人っていうのは本人は自分は違うと思って生きてるわけ。そう何十年かぶりに同級生とか会ったら、お前すっごい親父じゃねえかよと思ったけど、でも同じなんですよね。じゃあ自分は女性だからおばさんじゃないからね。おばさんじゃないから、そうなんですよ。じゃないの、そうなんですよっていうふうに思うじゃん、はい、でも相手も思ってるわけよ。そうね、だからみんなこれは、まあこれはポジティブな話よ、はい、みんなそう思って生きてるってことじゃん。うん、なるほど。でしょ、そう、ね、いいことです、ね、いいことでしょ。でも俺は違うよ違うと思いますよ、でもマジで。